関裕太カメラマンリモート撮影会。芸能事務所アミューズに所属している若手俳優によるユニットチームハンサムが自宅歌唱映像を公開しました。一人じゃないからね、悲しみが満ちる夜も。これは目覚ましファミリーの小関裕太さんら、普段は俳優として活躍する若手メンバーが歌やダンスを披露するハンサムライブの出演者によるもの。でも若手といっても侮ることなかれ、神木隆之介さんや三浦春馬さんなど人気俳優を輩出してきた今注目度急上昇中のユニットなんです。さらに OB の佐藤健さんが呼びかけ、30人のハンサムが参加したチャリティー T シャツの発売も話題に。ちなみにバックプリントは小関さんが撮った空の写真に虹をあしらったものが使われています。ということで、そんな小関カメラマンにリモートインタビュー。イタリアに行く途中のロシア上空の景色なんですよね。もちろん写真だけでも良かったんですけど、土砂降りの雨とするならば、虹はやっぱりこう雨が降り終わった後に、過ぎ去った後に出てくるものだから、まあ、また必ず笑顔で会おうねっていうので空に虹をかけました。相当写真にはやっぱりこだわりがあるんですか？物によることが多いですね。物による？感情を持たせられるんですよ、撮り方によって。こういうなんか寂しくないですか？これはなんかテーブルみたいなやつの角っちょなんですけど、せっかくなので小関カメラマンにリモート撮影会をオーダー。じゃあちょっと儚げな表情をしていただいて。無理無理、どうやんですか？目ちょっとこう斜め下みたいな。あ、いいですね。もうちょっと斜め下。斜め下、目だけなんかこうする感じ。あ、はい。あ、おしゃれ。何これ、儚げとあの下の小関さんがまたいい感じに。鈴木アナを素敵に撮っていただきありがとうございました。